本に囲まれた最高の宿に父ちゃんが泊まった時のお話をします。ラウンジにはたくさんの本、3万冊を超える本に囲まれてゆったりとした時間を過ごす。部屋からは顔の流れている音が心地よく、流れは少し強めでワイルドなのも癒しになる。部屋で落ち着くのもいいけど、ラウンジの居心地の良さは規格外。優しいお香の香りに包まれながら本を読まない。父ちゃんは本が読めないので仕事をしていたそうです。本好きにはたまらなく贅沢な場所。立て品温泉も堪能しなくては。畳が敷いてある温泉びっくり。露天風呂からの新緑は全てを癒してくれる。風呂上がりのアイスコーヒー、贅沢だ。夕食は立て品、山、キュイジーヌ。気品あふれるエレガントな料理、一つ一つが丁寧で味もいい。日本酒はちょっと頑張って見渡り純米大吟醸、1合2600円、めちゃくちゃ美味しい。肉料理と野菜のバランスも良くてご飯が進む。締めは鯛茶漬け、だしも美味しくて絶品。締めは同じものならおかわりできるのをわがまま父ちゃんはスープカレーでおかわり。そんなわがままで受け入れてくれる。デザートはあっさり美味しかった。食後もラウンジで休憩、夜は大人の雰囲気のあるラウンジに。バーで美味しいお酒を飲むのもいい。寝る前に貸し切り露天風呂も楽しむ。貸し切りの岩風呂は気持ちよすぎた。朝食、サラダバーで好きなだけ野菜を食べれる。メニューも朝の体に優しい。こういうのを求めてた父ちゃん、感動しました。お土産も充実。新湯温泉さんの最高のおもてなしに感謝です。コスパ最強の宿、長野県茅野市、創業大正15年、立て品新湯温泉さん、トップクラスのおすすめ宿、ぜひ行ってみてね。